そろそろ秋冬の自転車に一番楽しい時期がやってきます。暑くもなく寒くもなく、ロングライドしても快適な感じ。天高くうまくこえる秋でございます。自転車最高です。まあその時にね、何を一発目買うっていう話なんですが、やっぱりこっちじゃないですかね。フードパーカー。ーこれ買いましょう。 リンリンはい、こんにちは、森下です。今日はね、秋と言ったらこれというアイテムをね、ちょっと一個紹介したいなということで、カフェドシクリステのグラベルパーカーですね、まあ。グラベルという名前がついてるんですけども、まあ、オンでもオフでも使えるめちゃくちゃ優れたやつなんですよねで。去年も実はこれご紹介したんですが、もう本当に飛ぶように売れて、まあ、シーズンの割にはもう本当に在庫が全然なくなっちゃったようなモデルが、まあ、今ね、再入荷してきたんで、ちょっとご紹介。実は新色もあります。で、まだこれをね、あの、今年初めて自転車乗り始めたから知らないよって方も多いと 思うのでちょっと改めてご紹介したいなと思ってます。 はい。でね、このね、パーカー何が素晴らしいかっていうと、僕もね、去年グラベルライドの時なんかもよく着てましたし、なんなら普段使いでさらっと羽織ったりもしたんですけども、やっぱりさっきも言いましたけれども、オンでもオフでも使えるとこですかね。こういうパーカーなので、グラベルにはもちろん使えますと。ただ、こういうチノパンに T シャツの上にこうやって羽織るみたいなことも全然可能なんですね。で、一方で、ビブショーツとかビブタイツみたいなものに合わせても着ることができるというのがね、このグラベルパーカーの特徴じゃないかなと思ってます。で、機能的には、まず、ね、生地が、 エッセル93%で、あの、エラスさんっていう生地が7%。これ、いわゆるエラスさんってストレッチ素材なんですが、通常だとね、エラスさんってね、普通のパンツから2%パーとか3%パーなんですよ。それが7%なんで、めちゃくちゃ伸びるんですね。だから着心地ももちもちでいいですし、で、かつ、まあ、ポリエステルなんで、あの、いわゆるこう、スポーツ素材みたいな感じで、まあ、ケアとかはすごい楽ですよね。ガンガン洗えますし。なんだけど、見た目がそんなにこう、スポーツ素材っぽくないんですよね。まあこ トンに見えるとまでは言いませんけども、デザイン的なもので、かなり普通のパーカーっぽい雰囲気に仕上げてあるので、あの、普段使いもすごくしやすいと。街乗りでも使いやすい。なんですが、結構ね、ポケットとかが多いんですよ。まあ、こういうアームウォーマーポケットも,もちろんなんですが、後ろもちゃんとバックポケットが3つ付いていて、かなりこう収容能力が高い。ここにもう1個ジップポケットが付いてます。なので、まあ、これ何なのって言ったら、まあ、皆さんお分かりだと思うんですけど、サイクルジャージと同じ仕様になってるんですね、このあたりは。なので、ちゃんとこう前を閉めてあげてですね、前をしっかり締めてあげて、 で、ま、ここに物とか入れてあげれば、もう全然もう、あの、本当にロングライドにも着ていけるスペックになってるというのが一番大きな特徴じゃないかなと思います。で、腕のところもこういう風にトリミングでゴムのバインダーがついててですね、こう伸びるんですが、これしっかりとこうホールをしてくれるので、風の侵入を防ぎますし、あと、そのところも、ま、同じようにこうバインダー仕様になって、ゴムの仕様になってるんですが、実はこれ裏側がちゃんとこういう滑り止めがついてるんですね。だからこうやってパチンってやったら、ま、ある程度止まってくれるというふうになってます。で、このあたりもさっき言ったビブ体質を合わせると 時には必要なスペックになってくるので本当にパフォーマンスな格好ですねサイクルジャージとかで合わせて着るようなビブタイツでの感じでも 切ることができますし、ショーツにちょっとこう SPD シューズ履いてっていうような時でも着ることができますし、あと今僕が着てるみたいな本当に普段着、街乗りの時でも使うことができるということで、いわゆるこうシーンの 3way で使えるよっていうのがこのグラベルパーカーの大きな特徴かなと思います。で、色なんですが、えっと今期新色が出まして、まあ、今僕が着てるこのパステルグリーンっていう色と、あとまあこのグリーンですね。まあ本当はこのパステルグリーンなんかすごく今っぽいですよね。ニュアンスカラーと言われている、まあ、パステルカラーですね。 まあこれは今トレンド色でもありますんでまあこういったものをさらっと着てあげるとまあ、おしゃれサイクリストっぽいんじゃないかなというふうに思いますパーカーというねアイテムとあとこの紐なんかでちょっと締めてあったりとかバインダー黒だったりするんでまあ本当に男性の方でもねさらっと着てあげても全然可愛すぎないのでなんかこれがファンシーになりすぎちゃうと嫌ですけどもまあ、そういうふうに見えないんでまあ男性の方でも着てもおしゃれに見えるんじゃないかなというふうに思います色がね結構豊富なんですよでちょっとそれ着てみますね これライトグレーですね。これなんかも非常に使いやすい色ですね。なんかグラベルって考えちゃうと汚れやすいなと思うんですけども、あの実は僕もこれでグラベル行ってきたんですけど、別に全然泥跳ねしてもなんかあんまり気にならないとか、あんまりそんなに汚れなかったですし、まあ汚れてもガンガン洗えばいいかっていう感じなので、しかもライトグレーって言っても、なんかちょっとこうメッシュ穴みたいのがあるので、そんなにこう真っ白白ではないので、あんまり汚れ目立たないような気がするんですよね。なんで、まあこういうのを着て、まあグラベルライトしてあげると結構おしゃれかなっていうことで僕は白を買ってたんですけど、まあこういうのもすごくいいです。 で、まあ、例えばグラベルだとね、こんな感じのコーディネートとかもいいと思います。あともう一個、去年から人気の色ですね。グリーンカーキーがありますんで、っそっちも着てみます。 こういう感じですね。これなんかもほんと普段使いしやすいかなと思います。で、あとは、まあ、このブラックとかですね。もうこれも人気でした。去年からあるモデルなんですが。で、まあ、このカーキなんかも、まあ、こんな感じで、あの、ビブタイツして直してあげても、すごくかっこいいので、まあ、本当にこう、オンでもオフでも使えるよという感じですね。で、あと一点ちょっと注意したいのが、実はさっきライトグレートパステルグリーンの方は僕、S サイズを着たんですが、これ実はね、今、XS を着ています。僕、個人的には、グラベルとか、ビブタイツに合わせるときは、自分のサイクルジャージ、 カフェドシクリステのサイクルジャージのサイズと合わせて着るのがいいと思います僕はだいたいサイクルジャージは XS なんですね XS で着るとこんな、前締めるとこんな感じになります。あのもうまさしくサイクルジャージのサイズ感なんですね。まあ、サイクルジャージほどピッタピタではないですけども、かなりこうタイトめで短めっていう風な設計になるんですね。でおそらくカフェロシキリステ的には僕がサイクルジャージ XS でこのパーカーを XS で着るとこうなるので、これが多分正しい、彼ら的にブランドでの推しの着こなしなんだと思います。えっとこれで着るとですね、やっぱりさっき言ったビブタイツとかグラベルショーツとかの相性ってすごくいいんですね。なんであのでそういう結構 シル系の格好で使いたいいいいななって人はここののの短めめタイイトトののジャストサイズで選んであげたた方がいいかなと思いますただ、僕の場合逆にですね、街乗りとか、あとグラベルは別にどっちでもいいんですね。ショーツに合わせちゃうんで。で僕の場合ちょっと街乗りも含めて使いたいなと思ったんで、実は S の方を買ったんですね。ちなみにちょっとこのサイズの S がないので、ライトグレーの S をもう一回着てみますけど。S サイズで着るとこんな感じですね。ちょっと普通のパーカーのタイトめみたいな感じなので、まあ、やっぱりこう街乗りとかの普通のカジュアルウェアの時に着る時であれば、さっきの ちょっとプチプチ感が強いので、まあ、前をね、ぴっちり締めるってこともそんなにないとは思うんですが、まあ、これぐらいの方が、例えば前開けた時でもですね、 ちょっと自然な感じに切れるかなと思いますんで、こういう街乗りとか、まあグラベルは正直どっちでも使えると思うんで、まグラベルで使いたくって街乗りにも使いたくって普段着でも使いたいって方は、ワンサイズアップぐらいを買ってあげてもいいのかなと思います。全然別にそれで大きいとかも実はないんですね。そんなにこうサイズがめちゃくちゃ短くなったりとか、細くなったりとかしないので、まワンサイズアップ選んでもいいかなと思うんですが、ま一方でこう結構ビブショーツ合わせ、ビブタイツ合わせでも使いたいし、グラベルでもガンガン走るのに使って、主にこう走るように使いたいなって方は、 ジャイズと同じサイズ感でで選んしししまったた方がもしかしたらからこ,いいこのちょっと長めの緩めだとビブタイツで合わせた時にちょっとこうアウターっぽいのを着てるんだなっていう雰囲気になるのでまあそれはダメでもないんですけどもどっちがかっこいいかって言われればジャストサイズの方がかっこいいかもしれないということになります はい。という感じでね、これね、いずれにしても着心地がめちゃくちゃ良くて、あの、さっき言ったストレッチがもちもちしてるっていうのもあるんですが、中の素材がね、あんまりこう汗でベタつかないような素材になってるんですね。かつね、その、あんまりこう機能機能した感じでもないので、なんかこう肌触りが柔らか、なんかこうあったかい感じの肌触りになっていて、本当にこう着てて安心感がある感じなので、こちらのフードパーカーはね、なんか1枚持っとくとめちゃくちゃ便利じゃないかなと思います。あとなんかこう、あんまりこうコットンポスルっぽすぎるてやっぱり自転車で使うときなんか汗かいたり嫌だな みたいな感覚になると思うんですけどもこちらね着てて汗かいてもそんなに嫌な感じがしないんですね透湿性が非常に高い本当にこう自転車向けのパーカーっていう意味ではなんか最高峰にいるパーカーなんじゃないかなと思うのでこういうちょっとこう違った感じの格好をしたいなって方はぜひちょっとチェックしてみていただきたいなという風に思いますあととにかくね色が多いのでちょっと悩ましいところではあるんですがそのあたり自分のね好みだったりとかあと商品ページにいろいろとこうあのスタイルの参考サンプルなんかも載せてますんでそれを見ながらですねあの今回ちょっとかっこいい 良かったのが、このミントにちょっとペールトーンの淡い感じのグリーンのショーツを合わせて両方グリーンで合わせるみたいなスタイルが載ってたんですけども、それなんかも。すごいかっこよかったんでまあ、そういった感じのあの格好したいなと思えば、そういったものを買っていただいても結構ですし。し、まあ、もうちょっとこう。ベタに黒とかあのこうライトグレーでもいいかなって。方はそれでも構いませんし。しまあ、そういった感じでちょっと色選びもね。楽しんでいただければというふうに思います。 はい。という感じで、ね、今日の動画は以上になります。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。あと、インスタグラムやってます。インスタグラムでも、まあ、こういった色張りが多いもんとかね、あの、いろいろとこう、着こなしの提案とかしていきたいと思ってますので、ぜひ、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。はい、ありがとうございました。 秋はね、やっぱりパーカー便利ですよね。しばらくファッション的にはこのフードパーカーっていうのがちょっと下火だったんですけども、最近また被りのフードパーカーみたいなのがすごい去年、一昨年ぐらいめちゃくちゃ売れまして、まあ、徐々にまたこのジップのパーカーもなんか復活してきた感じがしますので、まあ、なんかファッションアイテム的にもですね、ちょっと使えるんじゃないかなと思います。ただまあ、壁の付きリステの色はですね、超フランスなんですよね。ちょっと日本人ではこれ提案しないだろうみたいな色とかもすごいいっぱいあって、まあ、逆にそれがなんかこう、着てて満足度が高い。 かかとといいいうう絶対被らないんでなんんんでで本当ね見た瞬間は結構すする方も正直多いと思うんですよ、ね、そのグリーンなんだよみたいな、そのミントなんだよみたいな思う方いると思うんですけども、あの意外に着てみると、このライトグレーも実は出た当初は、いや、白かよみたいな、白のパーカー、グラベルで着るかよみたいな思ってたんですけども、テントでこう、1回、2回、3回ぐらい見るとなんか欲しくなってきて、で、買って着てみたらもうやっぱり、なかなかね、こう、白のパーカーって着ないから、なんかすごくこう、新鮮で、なんだかんだですっげー使ってるみたいな感じになって あので、なんかそういう意味では愛着のある一品になりうるのかな？っていう意味では、ちょっと珍しい色とか、自分が着ない色を選んでみるのも楽しいんじゃないかなと思います。ただまあ無理のない範囲でね。あまりにも自分が使わない色を選んじゃうと全く使わないってなっちゃうので、まあ、そこは無理ない範囲がいいと思うんですけどもまあ、ちょっとその辺はスタイルを参考にしながらね。選んでみてください。